あれまた飛行機乗ってきてよ。そうっすね。もう一回東京行きたいっすもん。いい感じの髪型しとるね。でも落ちてきたんすよこれ。あ、ほんとじゃん。次何色、何色にするの。紫かピンク。緑行こう、緑。なんでおかしい。おかしいでしょ。あ、最近何一発芸とか考えてんの。全く。マジで。なんか不思議やな、コントンさんとこういうの。そうですね。ね、なんか変な汗かいてくる。変な汗かくかかんでいいわ。熱い。すごいね。みんなに聞けばいいじゃん。なんか何色がいいかって。そうですね。何色がいいですか。ピンク微妙じゃね。そうっすか。うん。めちゃくちゃ真っピンクにしたいんですけど。言うたでしょ。めっちゃマジで。マジで。トーンピンク好きやん。なんか可愛くなるかなと思って。いや十分でしょもう。おとなしく行こうよそろそろ。あ、白いじゃん。あ、レインボーって来てんだからレインボーにしねえ。やだ、レインボーはやだ。マジで。やっぱね、見てくれとるね、このみんなの言うことを聞いた方がいいと思うよ。そうすか、でも、あ、でも紫、うん、いいかなって。モヒカンにすれば。まさかの。まさかの。あ、モヒカンか。振り切っちゃおうよ。あ、逆も振り切れます。逆も悲観。こうか。いや、真ん中をバリカンでバーンっていって。やだ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 。で、行こうよ行こうよ行こうよ。やばいって。ほら、ピンクは終わっとるって、ほら。やっぱピンクよくないらしいよ。マジ。あ、グレーもいい。うん、だからね、みんなの言うね、この発言してくれる人たちを参考にした方がいいと思うよ。うんうん。あ、ありがとうございます。もしや、飲んでますね。飲んでるよ。大丈夫なんすか。みんなピンク良くないでしょ。ああ。ねえ。だ、あの、何色がいいんだろう。モヒカンか逆モヒカンでね。ああ。イケメンだから何でも似合うでしょ。似合わん似合わん、絶対似合わん。じゃあもうみんなと会話して。はい、うん。またちょっとあの、電話するよ。わかりました。ありがとうね。はい、気をつけて。モヒカンね。はい。ということで。今喋ってた人はですね、ちょっといろんな、いろんな方面を、の歌を作ってる歌手っていうか、ちょっとアーティストの方で、クレイジーさんという方なんで、ちょっと後でね、皆さん、ぜひ、YouTube とかもあるので見てみてください。クレイジーさん本当にありがとうございました。ちょっと、久々に、東京以来なんでね、ちょっとびっくりしましたもん。いやー、変な汗かいてる。久々にこんな。なあ。いやいやいや、よかったよかった。じゃあ、こっからは、ちょっと俺の友達とコラボします。あ、違う。あ、ごめん。あ、違う。ん？ん？よし。2分。